はい、皆さんどうもこんにちは、まるです。ということで今回なんですけども、今回は、新バトルパスの方をね、シーズン9に入ったということで、今日はバトルパスの方をお金で一気にぶち込んで解放してみたい、やっていきたいと思います。まあこれね、毎回の恒例企画になりつつあるんですけども、まあ前回からしか始まってません。前回からしか始まってないんですけど、これね、結構ね、なんか人気だったから、とりあえずね、またちょっとやっていこうかなと思います。まあ、さっきこれガチャ引き終わった後なんで、まあ、とりあえず30レベルまでは上がってるんやけども、とりあえずバトルパスは、ロイヤルを買います。これ買ったらさ、あ、衣装もらえんだ、これ。あ、でもこれまた違う衣装なんだね。まあ、とりあえず、まあ、さらーって見て、まあ、とりあえずロイヤルだけ、まあ、解放したら解放したで、それで一個ずつ、まあ、紹介していけたらなと思います。ということで、まあ、ロイヤルをとりあえず解放していく。はい。はい、エリートです。ありがとうございます。で、これエリートなんで、とりあえず30までは受け取りますと。で、あとは、残りのランク、待って、レベル61なんだけども。だから、あとは俺、いくつだ？多分ランク1購入すると1金貨なんで、とりあえず40レベだから4000金貨あればいけるから、あ、最後ガチャ引けるわ。おまけのガチャが引けるね。もしかしたらおまけのガチャで当たるかもしれない。ってことで、とりあえず、まあここまでの一括報酬、いや、まあこれはもう100レベまで一気に買うか。100レベまで一気に行って、これはもう、あ、やば、これタップせんといかんわ。あ、右で書き換えれる。あ、まあいいや、まあいいや、まあいい、とりあえずこれではい。40レベ分買えば、ちょっと待ってよ、39まで一回、あれ、あー、39でいっか、39でいいんで、とりあえず、今から3900金貨、解放していきたいと思います。いきましょう。39、いや、100、おめでとうございます。これがお金の暴力で、やばいな、普通に。いや、マジでね、これね、あ、これは、いや、まあこれね、普通にやってれば、多分レベル100近くまではいけるんじゃないのかなと思うんで、皆さんもね、ぜひ普通に多分ミッションこなしてるだけで多分レベル100ぐらいはいけると思います。僕はね、今回はね、まあ、企画としてやってるんで、ちょっとね、あのティア100まで一気にまあレベルバーンやったんですけども、開放感が気持ちいいね。最後にこれ、めちゃくちゃ相性合うじゃん。かっけえ、この MP5 鬼かっけんだが、しかも MP5 のなんかデカさじゃなくて、なんか AR 持ってるみたいな感じ。てかこれ合うな。ちょっと待って、パンツは履いてると、ショートパンツ履いてると、これ。ということで、とりあえずね、まあ全部一括で受け取っていきたいと思います。受け取りましょう。一括受け取り、オッケー。この前とは、この前はミスったけど、今回はミスりませんと。オッケー、マジ MP5 先輩かっけえっす、マジでけえな。あ、これ回りはいけないんで、一応まあ後でじっくり見るか、またこれは。で、あ、これ全部使用するでいいのかな、全部使用するでいいのかな。待って、これ合ってんのか分かんないけど、まあ、全部使用してみよう。一回なんか出てきた。ええ待って、これさ、多分なんか奇跡が起こったんだけど、これなんか多分中に多分ガチャガチャのやつとかがあって、多分それでこれ出たってことじゃないの、もしかしたら。だってかぶってんもん、 MP5 のやつ。えぐない、解明カード。ちょっとよく分かんなかった。とりあえず、まあ一個ずつ説明していくか、今のところ。え、さっき何が起きたか分かんねえな。ね、これね、雪国の戦士。あ、これも可愛いな、普通に。これはエリートの一番最初にもらえるやつで、まあこれ、まあ若干こうやってみんなにこうやって紹介していけたらいいと思います。経験値、まあ経験値カードとかなんかあんまり使ってないんで分かんないですけど、あ、ルームカード、まあ、トレーニングポイント、で、来ました、このエモート。最近なんかこういうことめちゃくちゃ妹に近いてるね。遊撃隊 V っていう感じですね。遊撃隊5かな、どっちか分かんないけどね。雪山の戦いに先陣切った舞台、戦闘後に凱旋の歌を踊り披露した舞台が大勢となって好印象だった。ちょっと違った、印象的だったね、全然違うわ。で、ここでも妹あります。この上にもあります。これ一回見てみようか。これなんだ、なこれ。ドラゴンボールでよくありそうだな、これ完全に。いや、あるやつ、あの悟空とかが昔よくやってた、こういう感じ。戦闘前にへーってよくやってたな、これ。これなんだ、これなんかあの全体的になんかあの遊撃隊なんだね、ここから。戦隊ものがすごく多いっていう感じですね、イメージは。はいはいはい、これ周り見ていきましょう。で、
まあここで、まあ武器のこの MK、あ、M860 のやつがあると。で、ここら辺でまあスプレーもありますね。で、ここら辺はまあ30レベルぐらいまでは基本的には可愛い感じで。あ、ここにもエモートある。あ、これでも遊撃、あ、これ、あ、みんなでやったら、あの、かっこいいやつだ。レッドレンジャー、緑レンジャー、ファイブ、ピンクレンジャーとか、よくあるやつね。だからあれで揃って5人クインテッドとかでエモートをしたら多分めちゃくちゃかっこいいやつ。あ、いいね。友達いねえ、俺からすると。ちょっと悲しいけど。やる相手いねえんだ。やる相手いねえんだ。待てよ。爆走サタン、あ、爆走サタンもこれ新しいやつ出てたんだ。へえ、かっこいいじゃん。これ普通にこっちの方がいいわ。あ、でも光の石ね。これ多分またあれかな。いや、言うそうだね。これどこだ。あ、これレッドだ。間違いなくレッドの部分だ。一番真ん中じゃない。あ、真ん中か。いや、こいつ多分デビレンジャー、イエローレンジャーらへんだと思う。ごめんなさい、偏見です。イエローイコールなんかなんかちょっとぽっちゃり系っていうイメージが僕の前のゲームの空気読みから多分発生してるんで。で、あとはまあまあまあぼちぼちここにもなんかまあスノーマンが、あれスノーマン、え、なにこれ。あー、だよね、武器だよね。武器があるとかっていうぐらいかな。あ、オタクなダイヤパックとかがあって、あ、補給パックとかがやっぱあったんだこれで。俺あれ当てたんだ多分きっと。え、多分そういうことだよ。だってこれはこれで多分もらえるやんね。もらえるからすげえ。じゃあ俺武器チケットが多分2個あるっていうことだ多分今。え、多分そういうことになるよね。あ、3個になってる。セダンもある。ってことで、まあちょっとね、もろもろまあバトルパスの紹介はこんな感じなんですけども、皆さん多分ね、ガチャが多分見ていきたいと思うところもあるんで、ガチャ最後にね、ちょっとまあ5000金貨余ってるんでちょっと引いていきたいなと思います。待って、これね、あとなんだけど、あ、え、これももらえんだ。あ、いやでもこれちょっと若干違うな。あ、かわいい。これね、あー、これ引くんじゃなかったな。これ12だね。これ12個でいけます、これは。うわー、かわいい。20で16だ、10だから合計何金かだ。はいはいはい、32、48、58で全部これ揃うんで、えぐいなー。あ、でここでね、150でもこれ解放できるらしいんで、いや、 これが欲しいね。この紫のやつ欲しいねっていう感じです、今回は。はい、ってことで、まあ専属ガチャまあ残り余ってるんでね、まあ最後はねちょっとだけ引いていこうかなと思います。いきましょう、10連。ででででん、やばい、すごい爆死の予感、爆死の予感するわこれ完全に。いやでもここでやっぱり揃えたいね、服は。あと頭とちょっとあれ、すね毛の部分、すね毛じゃねえわ。靴の部分ですね。靴の部分があるんで、それいけたらいいんじゃねえかなと思う。やばい、さすがに20連何もないな。やばい、本当にやばい、きつくすぎる。あーめっそべ、いきましょう。お願いします。セダン出てくれてもいい。ここでセダン出るのもおかしいけど、いやもう本当に何も言わない、何も言わないから出てほしい。お願いします、本当に出てくれ。とりあえず頼む。いやー、1連、なんで1連にした俺。じゃあ10連いきます。はい、潔くね、ここはね10連で当てて気持ちよく終わりたいよね。え、そんな爆死の仕方あるっていうぐらい爆死したんだけど。ちょ、まだまだまだ引ける、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 まだ引ける。これでラストだと思って。爆死や、爆死や。ってことでね、まあ今回はバトルパスでいきなりまあ100まで解放してみたっていうね、まあこれ多分前の前の多分恒例企画になっていくとは思うんですけども、皆さんもねぜひともね、まあこれまあまあ衣装のスキンとか、衣装とかたくさんスキンが欲しいんであれば、僕的にはエリートを選ぶべきなんじゃないかなと思います。まあでもね、無理して別にその買ったりとかっていう感じでもないんで、全然ノーマルでも最終的には多分いくんじゃないのかな。あれ100はあるんじゃないかな。あ、ないんだ。まあだからね、まあ本当になんかスキンとかいろいろ欲しいなって考えてる人はエリートがいいんじゃないかなと思います。まあね、あとはね交換とかでね、まあぼちぼち貯めてってここら辺も変えていければいいと思ってるんで。いや、にしても可愛い。待って、これめちゃくちゃ合うじゃん今思ったけど、リュックのスノーボール。ってことで今回はバトルパスのまあ紹介みたいな感じだったんですけども、皆さんもね良ければねぜひともチェックしてみてください。ってことで皆さん、この動画良ければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ってことで皆さん、またバイチャー、バイバーイ。